めてどうですか、町田には少しずつ慣れてきましたか。ちょっとずつ慣れてきましたね。選手たちもコミュニケーションを取ってるように、みんな本当真面目で、サッカーに対して取り組み方とかすごい参考になるし、自分も負けてられないなっていうのは町田は知ってからですけど、すごい思います。そういった意味でもじゃあ割とうまく馴染めてるかなっていうふうに思いますか。そうですね、はい、同い年も、純也と光輝もいますし、みんななんかフレンドリーで馴染みやすいというか、雰囲気の明るい入りやすかった。もうなんかどんなプレー見せていきたいと思いますか。まずは町田のチームスタイルというか、監督の求められている球際のところだったり、そこは自分の強みでもあります。あとは運動量と、そういったところは見てほしいですし、より見てもらえるようにこのキャンプで突き詰めて、勝手に目がいってしまうような、そんなクオリティを出していけたらなと思います。チームとしては初の J1 ということで、全部キャンプ始まって選手たちもしっかり、まずは開幕に向けて準備しているので、一緒になって戦ってほしいですし、できるだけ多くの方に、練習に来ていただくこともそうですし、試合の会場まで足を運んでいただいて応援していただけると、選手たちも、モチベーションも上がりますし、覚悟というのもより出てくると思うので、ぜひ、天空の城もそうですし、アウェイの地も、遠い場所もありますけど、足を運んでいただければ、そして一緒に、戦って、1年間通して戦っていけたらなと思うので、応援よろしくお願いします。